皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら有原選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけで最新のね有原選手ファイナルミキサーでね獲得することができたので今回ピックアップしていこうかなというところです。それでは早速能力見ていきましょう。キー76、制球77、スタミナ78というところです。でまあ球種見ていくとストレート、カットボール、カーブ、スプリット、サークルチェンジにツーシーム、スライダーっていうところで、まあ、2スプーだったりスラカットあるよっていうところですね。で、まあ、特殊能力が伸び20丸、コントロール回切れというところで、シリーズ1ね、当てれなかったので、自分はね、ホークス版初獲得なんですけど、ファイナルミキサーでね、極みで出てきてくれたので、かなり嬉しかったかなというところですね。まあ、今回、初使用していこうかなというふうに思います。ランクスいきましょう、どうぞ。はい、では、有原さんですね。1試合目、なんとか勝っていきましょうと。先行ですね。とりあえず、先制点取ってきます。はい、では3点ですね、取ってきたんですけど、まあじゃあ相手のオーダー怖すぎて大谷さん、高橋さん、王さんでしたね。いや、まあなんとか抑えていきましょう。いいね。いや、特能もね強いんで、コントロールですね、しっかり能力落としてくれますと純正なんでね、いいね。ビッタビタ決めてあげると打てないんじゃないかなという感じではあるんですけど、なんかもうちょっとね本当全体的に変化量がねあったらもっと強いなっていう感じではあるんですけど、うん、いいね、振ってくれるとでかいでかい。ただ徳野はね全体的に、うん、能力を落としてくれるのって、うおお、ナイス怖い怖い、いいっすね。カットボールどんな感じなんかな、ちょっとあんまり使ってないんで分かんないんですけど、あ、普通のカットボールなんですね。なんか2チャーム版がね、特殊な変化してましたけど、うわさあ、フェンチョクと、怖いな右バッターですね。あ、まあいいけどな、ちょっと助けられてるなっていう感じではあるんですけど、まあ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 、2イニング目も行きましょう。さあ、ちょっと点取れなかったんでなんとか抑えていきたい。意外と甘めだったりはいん、あー、お、あー惜しい。まあ甘すぎたかな、さすがに。スプリット他の球種も投げていきましょうか。うん、まあって言ってもそんなないっすけど、うん、ナイス。うわー、やっぱ伸びきれコントロールか、伸びコントロールかいきれか、うん、全部出るとめっちゃ落としてくれるんじゃないかなと。で、まあ、常に発動しますからね。 50%50%、 ん、60、55、50かな、パーセントあると思うんですけど、うおー、うわ、めっちゃね本当にビッタビタいきます。ベストピッチ決めてあげたらですね、いくんじゃないかなと。コントロール出てるんでね、うん、もう全然下手くそすぎるベストピッチができませんと。うん、いやー、これはちょっと怖くなってきたぞ。さあ、まあ大打かな、怖いな、コントロールなしと。マジか、ちょっとやばい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 、やっぱちょっと変化量でもなんか来シリーズ以降ね、うん、上がってきそうですけどね。変化球とかも、うん、もうちょっとなんか良くなればっていうところではあるのって難しいところですけど、うん、よし、 あとワンアウト。これ大谷さんと、ちょっと定位置にしておきましょう。オブライン怖い、ちょっとダメ、アウトコースダメだわ。よしよし、続けましょう。はい、では2試合目ですね。さっきはさよなら負けしたので、今回はなんとか勝っていきたい。先行ですね。
点取っときましょう。はい、では3点取ってきたと。なんかずっと3点で止まるんですよね。まあまあ行きましょう。はい、まあ今のサークルチェンジが良かったのかは分かんないですけど、いいコースに決まりましたね。出てこない。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボール2ストライクです。もうでそれを振ると、これは残る。なんだかなって感じですけどね。まあまあまあ、そしてバッターボックスには牧が入ります。さあランナーを得点圏に、うん、プレート狙ってるのかなって感じではありますけど、いやいいね、やっぱコントロール出るとねビタビタね決めれるとは思うので、ビタビタってね本当に難しいんですよね。本当に飛ばないっていうかね、うん、今のボール球でしたけど、いいっすね。なんとか3人じゃないですね、全然。はい無失点でいけましたと。まあまあもう1人ぐいきましょう。さあ、1点も取れずと、まず下手すぎる。やばい、さっきと同じことにはなりたくない。いいっすね。なにそれ。マジかよ、そんな。もうこれで負けたら俺もうやめちゃう。うわ、ナイス、ありがとう。帳消しにしてくれましたね、お相手の方が。さ、ローズさんと、おー、いいね。はい、まあなんとか抑えれたよというところですね。1試合目ね、本当にどうなんですかね、やっぱり変化量が少ないっていうところでね、もうちょっとね来シリーズ以降は強くなってくれるのかなというところですね。まあそこら辺期待しておこうかなというところです。エンディングいきましょう。はい、では有原さんどうでしたかね。さよならはね、もったいないなっていう感じではありましたけど、まあまあまあ本当に2スプだったりスラカット、スライダーあんま投げたいな。そういえばスライダーあったのか、あれスライダー使ってない。全然見てなかったですね、ちょっとスライダー使ってないですけど、まあそれに伸びコントロールキレと、まあ本当にコントロールでビタビタ決めてあげるとですね、まあ特に超高速なんかは難しいのかなと、カーソル端っこ持っていくの難しいと思うので、なんとかそこら辺で抑えていけるかなっていうところですね。ただまあ来シリーズ以降ね強化されると思うので、そこら辺また期待なのかなっていうところですね。ちょっとね変化量が上がるだけとかでも全然違ってくるとは思うので、まあ期待しておこうかなというところです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、イズでした。お疲れ様です。